はい、皆さんこんにちは。今回はですね、名古屋市中区にあります唐揚げ丸さんに行ってきました。去年できたばかりの新店になりますね。で、まあ見つけちゃったなっていう感じですね。マジでコスパ良くて、安くてうまいを地で行く店でしたね。で、今回注文したのが唐丸定食 600g っていうやつなんですけど、もう読んで字のごとく、あの 600g もの唐揚げが乗ってる定食なんですけど、これが1000円いかないぐらいなんで、めちゃくちゃ安いんですよね。はい。で、200g ぐらいから選べて、200、300、400、500、600って選べて、で、700g 以上食べれる人は食べ放題になるのかな。その食べ放題がもう1200円とかで、定食で、確か食べれるんで、本当にコスパがめちゃくちゃいいですね。はい。で、ソースの種類がもう半端なく多くてですね、もう20種類近くあって、もう飽きずに食べれますね。どんだけ量があっても。さすがにこんだけ唐揚げあったら飽きるかなと思ったんですけど、もう本当にソースが全部美味しいんで、まあ、僕的に一番おすすめだったのは、あの、唐丸秘伝のタレみたいなやつが一番美味しかったんですけど、本当に最後まで飽きが来ず食べれるんで、おすすめです。で、ご飯もおかわり自由なんでね、大食感の人でも必ず満足できるお店だと思います。もう本当にコスパ良くて、僕もこれから通うことになるだろうなと思うぐらい、いい店なんでね、まあ、まだオープンしたてなんで知らない方も多分多いと思うんですけど、まあ、行ったことない方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ここからは早送りでお楽しみください。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのように、あの、主に愛知県のお店の情報だったり味の感想を発信していきたいと思っていますので、まあ、参考になったとか美味しそうとか思っていただけた方は動画を作る励みにもなりますので、まあ、ぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。あと、ここの店もうまいぞとか、あの、地元ではここの店が有名とかっていうお店の情報がありましたら、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。